これをこっちに行って、ああこれとか、これとか、緊張る緊張、ニワズルワタと、あもう火曜日か、火曜日は30日ですよね。川場はどこのすぐ東、あ、この今のとこの東ですかね。ここから尾瀬に行ってください。尾瀬が確か世界遺産認定されたんでしたよね、数年前に。富山に行こうと思ってます。この3日間では行けないですけどね。あさって直江津まで、とりあえずは。ん、あ、今なんて、おお、立派な神社かお寺かが。春菜、ん、あれ待ってよ、あれあれは春菜か、肌菜か、春菜だよな、春菜神社でした。対向車線の車を見れば、うん、雨の予想はつくかもね。そうですね。自分は中2日以外休みなので見ますね、わらわら。中2日、はいな、ね、私も中2日で、5月2日からまた休みます。アスキアと春菜、春菜。ここからお家近いですよ。あ、そうなんですか、お家。そう、一旦帰ります。狭い道。お金は宿で1万1000ぐらいかな。宿で1万1000で、交通費が行きが2000円弱、帰りは新幹線使って1万円ぐらいかな。あ、鉄道の音だ。あれは鈍行かな。沼田駅で、あ、鈍行の色だ。沼田駅で止まる列車みたいですね。あのスピードから見ると駅からもうちょっと離れたか。うん、今あの鈍行っぽいのが通過しました。1時間201本の、あ、これあの上の、え、ちょっと待てよ、線路走ろう、ちょっと待った、線路走ろうはいいとしてだ。どうやったらこれ国道に出られる、普通に出られるのかな。道間違えた、わら、ロボさん九州にも来て、地図見ると九州、私は実家に帰ると九州です。なんかループしてますよね。まだパラパラ降ってる。線路ループ有名。線路ループ。あ、この先にあるとこですかね。あれ。繋がってない。あ。駅、わら。やられた。電子コンパスついてないグプスだと迷うよね。ループの部分って。電子コンパス。いや、向きは大体わかるんですけどね。線路が回ってるんだよね。あ、わらわら。あ。大丈夫大丈夫。あ、それ前まで行けたね。やられた。前までなんか GPS 地図だと微妙な表示になってるんですよ。GPS 地図というか、あの国土地理院地図だと。誰がやった？お、行けますね。大丈夫ですね。コンパス欲しい。あと中がちょっと暖かいな、ここ。トンネルの中なんだ。ループ。こい。よっと。時間注意。わら。時間注意。これは電波切れそうですね。多分ダメでしょう、これは。そう、地下に気をつけながら走ってきます。動画？最近までの動画は結構上げましたよ。じゃあ、電波切れるかもしれませんが。おお。向こう岸で。向こう岸で。これは切れてるだろうな。あれ？まだ来る。あれ切れてない？リクさん、やった。これ電波通るもんなんだ。抜けた抜けた。やった。うん。あれだけだ、それは困る。さん、おお。間に合わねえ。もう今のが行ったからもう1、2時間ないですね、次まで多分。あとなんか雨がパラパラかなり降ってきてます。かなりってことはないけど、対向車、対向車の様子は昔の、
ああ、全然濡れてないな。少なくとも車が走って乾くぐらいの降り方なんですね。よし、行こう。時間が足りません。大事、いやー、多分大丈夫でしょう。もう20キロ切ってるぐらいだと思うから。うわー、でも雨が結構降ってんな。ちょっと雨宿りするかどうかね。パラパラ言うぐらいに降ってきてる。晴れてんのに。降ってる降ってる降ってる。降りますよね。GoPro も濡れるじゃないか。読み入ってますね。どこどこどこ。ウェブカメラの方はもう大して気にしてないんですけど、GoPro がまだ3は元取ってないからな。やばい、これくらいの車幅だと車道を走るの怖いんだけど。ここでちょっと。車幅。ああ、ちょっとだけ。これだったら乾くの待っても大丈夫かな。いい天気しか見えないんですけど。パラパラ降ってんですよ。お、ザザ丸、うまいですね。ここでいいの、ね、さっきの地下道で待っていればよかったです、ね、地下道、あっちの方が高かったですね。でもあそこだと外の様子がわからない。天気雨もう雨は通り過ぎた。大丈夫、僕たちは濡れてないよ。人が普通に走る分には大した雨じゃないんですけどね。 GoPro に水が入るのが怖いっていうのもなんか本末転倒だな。主体は自転車旅行のはずなのに機材が気になる。いや、もうちょいかな。うん、今日は GoPro3 です。で、 GoPro3 がちょっと待ってください。電源を抜くとどうなってる。あ、やっぱりバッテリー充電しきれてる。しきれてるって、あの、なんていうのか、あれ、いや、1個減ったな。もう一遍抜いて。あ、一メモリは減ってるな。防水キットがなんて、あ、ケースはついてるんですけどね。ただそうすると外から充電ができなくなるので、ほうれい線って何でしたっけ。確かこの辺りの線でしたよね、ほうれい線。ん、何が解決した。よし、そろそろ雨止んだかな。うん、 OK。 ロボさん頭薄くなった。頭まだその予兆はないですね。やった。だいたい止んだ。ところにセブンイレブンあります。あ、結構コミュニありますね。あ、でもまだちょっと降ってるな。さっきのユダ。工事。意外と町ですね、ずっと。そうですね。もしかして上の方よりもこっちの方が町なのかな。雲も早いし。雲が今日は降ることはまずないと思ってたんだけどな。だからバッグも完全防水じゃない方のバッグ、扱いやすい方のバッグ持ってきました。濡れません。昔の、そうかも。空気冷てちょっとウィンドブレーカーの下にフリース着たくなってくる。ないけど。寒そう。オルトリーブは今家にあります。でも人がいないね。人は歩いてる人確かに少ないかな。
雨の後に冷たい風そうそう、風が風が意外に冷たい。まあでもセブンはあったかいもの飲んでもいいかな。はい、ってもうちょっと東に登って山の手にビリッときた。東の方か。うん、長距離移動のルートだったような気がする。この道どうですかね。セブンスポット最近レベルで。あ、この先は、あ、違うか。あの手のひらの神経が、今日は自転車乗りは見かけました。あの自転車乗りは途中までは、あのハンドルに、あ、犬だった。なんかスンスン声を聞こえると思ったら犬が顔出してた。次の休憩場所、まあ休憩しますかね。6度、低いな。そう、スンスン言ってました。スンスン、コンビニになる？スンスン、結構気温低いんですよ、思ったよりも。しまったな、フリース持ってくればよかった。雨具着るかな。うん、激犬。あ、こっち国道でしたっけ。もう3枚、ダブル。あ、本当だ、一応高原ですね。でも標高も300兆しかないけどな、340。スンスン丸先に言われた。妹の住宅街の住宅街。まだ10度あると思いますけど、この辺は。いや、でも20キロも離れてないんだから、大して変わらんか。吠えられてる、知らない。やだな。峠越え。結局明日はあの電車でトンネル抜けるんで。ああ、電車かよ。そう、電車で。だってあの国道とかあの有料道路と鉄道しか山越えてないんですよ。国道は途中で切れてます。超えてるのに。20度。あったら電車があるからいいんじゃないの。電車かよ、うん、ちょっと回れば道あるよ。え、回れば道あるんですか。まあでも明日は、明日の予定ルートも決めちゃってるからな。ああ、三国峠の方ですね。あっちの方ですね。三国峠は車結構多そうなんで、昔どうでしょう、水曜どうでしょうっていう番組で、あの原付で三国峠来るとこ見たら、結構車多い道だったんで、あっち行きたくないなと思ってこっち来たのもあるんですよ。っとこっちの方がなんかそのひなびた感じがあるかなと思って、こっちをあのあえて選んだんですよ。水曜どうでしょう。そう、水曜どうでしょう。原付、東日本の時ですかね、あれは。新潟向かってってだから。峠ないですね。同じ名前の峠ならあちこちで越えましたが、北海道とか長野、山梨、長野、山梨、群馬だっけ、あそこはの県境の車で。どの三国だろう。1週間休むんですか。私は3連休プラス5連休です。福井にあったんでしたっけ。チャンネルが。うん。進める。私は4連休です。あ、4。私の取り柄によっては、木曜が有給、木金土日月。そうですそうです。木曜有給です。私は10連休です。いいな、10連休。
続きで、今のネロさん本人か、どの三国だったんですか。あの川上村のところの三国じゃないですよね。飛び石で365日休みです。コンビニありましたよ、そこセブンある。あ、その三国、あのダートまた降ってきた。あ、なん、この工場は安倍総理事故ったって。事故った。私は毎日休み。うん、ふう、どうするかな、なんか温かいもん買うかな。腹にそんなにたまらなくて温かいもの。一応風下に入ってセブンは中の休憩所多分ないんじゃないですかね。休みすぎる。よいしょ。終わった後で体が気持ちよね。カップラーメンちょっと重すぎ。ちょっと温かいもの見てきますね。それまで皆さん待っとけ。めっちゃ重い。本当は。うん、太りますよ、そこ。よいしょ。あ、時間的にまた延長時間ちょうどとかは、あ、結構危ないな。一応時間気にして戻ってきます。
私は総学生、女性たまに来るぞ。ロボの婚活構想、アラサーおっさんが多い。お前ら、結婚しろよ。よいしょ。戻りました。さて延長しないと。またリスナーとかあの放送主の詮索か。よいしょ。生姜豆乳味噌汁を買ってきました。128円。しょ、まず延長して、そう、128円の味噌汁よっと。こうしてたまるか。うん、あの熱いコーヒーとかよりもこっちの方がはるかに温まると思うんですよ。で、生姜豆乳味噌汁。で、やっと。箸。割り箸もらってこなかったんで、あえて。そう、生姜で。あれ？どこ行った箸？あった、違う、ない、これじゃない。あった、これだ。味噌汁、よし。味噌汁、味噌と一緒に。よし、準備できた。濃厚な味わいの味噌汁、生姜豆乳。砂糖入れてあるのか。砂糖。おぜ、なんかおぜおし多いですね。なぜそんなにおぜおぜ言うんですか。私豆乳大好きなんですよ。あの、なんだっけ、長崎ちゃんぽんのリンガーハットの、リンガーハットの豆乳のスープの時があったんですよ。あるんですよ。あの毎年冬に霜降り白菜の豆乳ちゃんぽんっていうのが、あれのスープが大好きなんですよね。いただきます。赤味噌、特に食べられない味噌ないです。今知ってる範囲の味噌では。あ、本当だ、生姜の味がする。座らないの。うん、うん、豆乳を先に込めされ、まあいいかな、座らなくても。豆乳飲みすぎがち、やばいらしい。前の工場は何、豆乳は飲みすぎ注意だよ。あれ何工場ですかね。パナソニック多分パナソニックじゃないかな。うん、結構とろみがある。なんで進行してなるんですか。なんで。あ、もう4時半。本当だ、あと1時間半ぐらいでは着きたいんだけどな。うん、まだ20キロぐらいあるんじゃなかったっけ。やばい。うん、毎日飲んでた人の話でしょ。ちびっこ来た、子供危ないぞ、神経小さくならんよ。子供の死に方が勇ましかった。こんにちは。なんか見られてる、カメラ。盗撮している人がいます。ママ、あの人一人で喋ってるお。キス、治安発生来た。なんか見られた、思いっきり見られた。あの目をそらしながらそっちの見てたんですけどね、私は。ああ、結構話しかけてますよね、あの番組。カメラを使った男が、自転車乗りのヘルメットかぶった男が味噌汁すすってるわけですよ、店の外で。ここらだと自転車って珍しいのでは。自転車珍しい、なんじゃそりゃ。どんな未開の地だそりゃ。未開じゃないか、逆にあれか、車社会で自転車乗る人すらほとんどいないような状態かな。あー、でも温まる、やっぱり。味噌汁正解とか言いたくなりますよね。あの孤独のグルメ的に言うと、孤独のグルメのテレビ版ですね。あの止め方は子供だな。わら、タクシー。
あ、止め方ごとってこれのことか。確かに線から偉いずれてるな。今ずいこち通る車がいるわけじゃなくもないのかな。まあでもほとんど邪魔にならないですよね。お味噌汁飲め。スバル、スバルってなんかレベル低いんですか。車通の間でスバルは評価低いんですか。うん、この景色見て田舎に見えるかな。というか途中の道のあのなんていうか店のなさ考えるとこっちに来てまた増えてる感じですね。感じをダブルで言ってしまった。ママ、あの自転車配信で有名なロボさんがいるよ。いるよ。電柱があれば都会だな。これが有名ですか。いや、昼飯は食いすぎるほど食ってきました。重いね。今これ体温めてるだけです。スバルは豆腐屋のおっさんだろ。お前ら、群馬をバカ見るな。豆腐屋だとあの頭文字 D か。昼飯カレー何のことかな。昼飯は野菜炒めライス。どうなんですかね。なんか味噌汁っていうかこれちょっとクリームスープっぽかったです。ふう、ごちそうさまです。小平も田舎かな。皆さんのあの田舎の基準が温まって。よし、中山よりはい中ブリジストン。中山確かにあの大都会ですからね。温まったですか。でも普通の定食屋さんとかがあるかどうかっていう観点で見ると大差ない気がする。中山ラーメン屋さんがむちゃくちゃ多いんですよね。あるのか。ラーメン屋さんがやたらいっぱいありますね。つけ麺屋さんも増えてきてるし。住みやすい、なんていうか自炊前提すれば全然問題ないんですけど、外食 100% 依存しようとするとちょっとあのバランス的に危なくなってくる。何が感じってラーメンの。さて再出発。体の中だいぶ温まった。肉とか落ちちゃったら、ああ、また降ってる。やばいっすね。麺類の、リーダー、寒くなってきますね。豚骨じゃないと、いや全然、私あの鶏ガラスープがかなり好きです。鶏ガラスープ系。ちゃんぽん好きでございます。私は麺類の中だと、麺類の中で私の脳内で、ね、あの君臨してるのがちゃんぽんかな。トップに君臨してるのが車社会率かな。何度だっていうのが字の文っぽいな。字の文さんっぽい。ちゃんぽんはリンガーハット修羅の国に密閉された。黒顔どう思いますか。思いますか。知らないの。危ない。ここほどは厳しいですね。電車と車とどっちが文明上なのか。大丈夫かな。サラウンドは。サラウンド自動車保有率が高いね。埼玉は自転車保有がいくらいだっけ。埼玉、そうなんですか。お、セブンイレブンアートの手作り弁当屋さんだ。っていうかこれ基本コンビニなんだ。あ、でもないか、やっぱり弁当メインか。なんか随分中が広い弁当屋さん。アンカー、ブリヂストンの工場があるの。どっか別のとこでも走ったな。あれどの辺だったっけ。ブリヂストン団地があって、ブリヂストン生協があったところは、ブリヂストン自転車安く売ってたところは、コン
ビニみたいなお店だな。大学生が車で通学します。セブン跡地ですね、あれ多分。武蔵野線周り。コンビニが跡地になってるのってセブンが一番多く見かける気がする。小柄がブリヂストン。なんだっけ、あのレンガ模様的なやつ。壁が。その次になんかローソンが多い気がするな。うん。緑でいいな。ブリヂストンあるけど。ああ、府中街道あの辺りだったかな、確か。そうそう、八甲線沿いに行った時だから、そうだろう、多分。あれ八甲線沿いだったっけいかんの記憶が曖昧だ。あれは武蔵野線沿い行った時だ。武蔵野線の時でした、間違えました。そう、最終的に船橋まで行った時だ。途中東浦和だったかな、で一泊して、あれ浦和じゃなかったっけ、東、そう、だいぶ昔のツーリングの記憶が混じってきててやばいと思ってます。そうそう、ネカフェで、あれ東なんでしたっけ、東浦和だったか東なんとか、西の方は結構市街地で、東はそうでもなかった。うん。コインランドリー半額セール中。うん。丸の内。いや、ああ。いろいろ厳しいでしょうね。新宮中央。鹿児島本線の話か。うん、電池は外部バッテリー持ってきてるんで、こっちはどうかな、東、あ、川口、川口、それそれ、川口だ、確か東川口ですね。この橋ではなくて村山、村山でもなくて、確か川口でよかったと思う。ん？グルメが？グルメ。ん？東川口が？ん？今なんかいたっけ？皆さんが、家が。この辺りは、まあ場所は、ああ、でもどこなんだろう。スンズン丸、ちょっとなんかあの東北っぽいですね、スンズンっていうと、スンズン深いとかそんな感じですね。石橋を叩いてこい。そう、身長すぎる人に対してその言い方本当に使ったりしますよね。向こうはでもあの感じだと、あ、久留米か、久留米か、グルメってさっきから聞こえてた。あ、これ、あの政治のせいにところっていう名前の交差点があるんですけど、これってマンドコロってやつですか、もしかして。マンドコロのどころってこの字だったっけ。マサドコロって書いて、確か昔の言葉でマンドコロっていう、よろず城っていうんですか、これは。そうかな。高速、ああ、どうかな。高速道路も別に完備じゃないですよね。しばし、運命。マンドリル。北間どころ。鎌倉の時代でしたっけ、あれって。北のまんどころって言いますよね。このキーワードはなんとなく覚えてる。今はもう 3G、フォーマーだから多分そうです。LTE ではないです。石橋に叩かれしょうがなく渡る。石橋さんに叩かれて。石橋を叩いて渡らない。叩いても渡らない。
ね。うん、今読みましたね。あ、ここにも焼きまんじゅうがある。歴史とヒロボさんなのによく知ってたな。歴史に、あ、キーワードだけ覚えてます。コメ欄が大喜利になっとるぞ。大喜利にいつの間に。大喜利ってあのお題に対してなんとかってやつですよね。いや、今日は峠はないですね。あの細かいアップダウンはあっても峠はないです。みなかみっていうところで止まるので、橋。あ、月夜のキノコ園のこの月夜のって地名は確か僕の夏休みに出てくるはずですよ。あのウィキで地名調べてたら出てきてた。月夜のっていうところは僕の夏休みに出てくるはず。月夜の。今夜は何食べるの？今夜はユースホステルのよ、え、あの食事です。トンネルを抜けるとそこは雪国でした。月夜のファーム、月夜のファームってなんか聞き覚えあるな。一生夏休み、みなかみでゴールだったのか。そう、みなかみゴールです。今日は60キロぐらい。あの十分大丈夫だろうと思って組んだんですけど、またギリギリになるな。何っぽい名前？でも市街地確かにずっと続きますね。爬虫類の餌売ってる店。爬虫類の餌？ロボのゴールデンウィーク休み。ゴールデンウィーク休み。毎年こんな感じですからね。マウンテン買ったら今のクロスはクロスはもう使うことがないだろうと分かったら誰かに譲ろうかと思ってます。まだ譲るって言ってないから。女との、あのサイクルやろうって漫画の中にそういうキャラが出てきますね。あの大阪弁っぽい喋りで、あのでかい図体して高所恐怖症のキャラクターがいて、それが最低の人間なんですよね。まあ、最低とまでいかないけど、あの一日なんか何かにつけずうずうしかったり、すべてのことをその女関係に結びつけたりする人、するキャラクター。出世枠やらない。多分別に放送で募集、あのもらい手募集とかするまでもなく誰かに渡すんじゃないかな、譲ることになったら。マウンテンバイク狙ってます。到着は6時ぐらいの予定です。売ればいいのに。売れば、あ、でも売れるような綺麗な使い方してないんですよ。でも確かに売った方がどうだろう、グローバルな観点から見てどうですかね。自転車買う金ならあるんだ。将来の玄関に飾りましょう。譲るって言わずにプレミアつけたリスナーに転売ってことで。転売や。一回壊れなかった。これグレジャニーはですね、若干重めなのと、あの銀行パッキングをあまり想定してない作りになってると思うんで、綺麗な、まあそうですね。あ、 GoPro そろそろ電池大丈夫かな。まだ大丈夫か。お店か。顔に押して押してますね。あと傷も結構多いです。パソコンバッテリー本体だと 2,3 時間で、外部バッテリーつなぐとそれでプラス5時間ぐらいいけます。でそのプラス5時間分を2個持ってきてます。ランドナーのドロップハンドル前提なので、ちょっとあの候補外にしてますね。ランドナーがそのツーリングとしては最適っていうのを昔から言われてるのはよく知ってるんですけど、また降ってきた。 GoPro の画面が心配。一滴でも真ん中についたらもう見られたものではないので。五感駅っていうの途中にありますよね。連続停車が、あ、またコンビニだ。ある、あ、駅だ。あらあら、あ、これが五感駅か。やっぱり MTB の方が走りやすいですか。
慣れですね、やっぱマウンテンバイクの方がいいっていうのは。どうしても10年間慣れてきたんで、あ、虹出てる。かすかにあの山のところに虹が出てます。2万か、2万は結構なもんだよ。サドル5万、マジで。工場みたいな駅だね。よっと、あそこの山のところにちょっと虹が見えてるんですよ。見づらいけど、よいしょ。サドルペロペロ、ちょっと写真で虹撮って。煽ルトの方が安い。煽ルト、今なんかあそこの女性がこっちに向かって手振ったけど、他に誰もいないような。ってことは確かサドルフエラ、いやと手振られたことにしよう。2000円で落札で OK。 なんか裏若い女性に手振られましたよ。あれ絶対私に向かって振りましたよね。そのカメラくれ、カメラ、あー降ってきた降ってきた。バスが止まってることが多いけど、この辺りからちょっとトイレの軒先で。気のせいです。多分違いますね。ああ、雨粒が。よっと。よっと。よいしょ。ちょっと今 GoPro のレンズ拭いてるんでお待ちください。うわあ。ダメだ。よし。出すやめろ。ちょっと待った。確かにトイレあちこちありますね。うん、さっきから結構パラパラ降ってるんですよ。よっ。晴れてる。うん。空はそうなんですけどね。水落ちてきてるんですよ。あ、また着いた。うん。ある程度仕方ないかこりゃ。よいしょ。ダム。たこ焼き。あ、それさっき大阪さんがどうとかっていうコメントもあったな。真上には雲があるのだ。たこ焼きを。笑。よっと。出会いのきっかけは勘違いから。勘違いか。たこ焼きもあるの。たこ焼き。たこ焼き。あ、それ。および下に。よく見えなかった。そう、GoPro画質にこだわります。大阪さんってまだ連絡してるの？大阪さん、何度か連絡してますけどね。大阪さんってアズマンガ大王かよ。あの大王、あの大阪から来たっていう女性と途中知り合ったら、みんなが大阪さんって言うから。こんな晴れてるのに雨とは、雨がやっぱり降ってる。ああ、いい加減にしろ。どこで大阪さんに会ったんだっけ？笑。大阪さんに会ったのは何神社だったっけあれ？と。こんなことあるんですね。ん？神社の。今でも連絡取り合ってるの？そう、今でも連絡を。鹿児島で会ったんだっけ？鹿児島のですね、何神社だったかなあれ。つ、と、とい、とい神社じゃなくて何神社だったっけ？あー、名前が思い出せん。大阪さんはリスナーじゃないの？リスナーさんじゃないです。あ、何神宮だ、うどだったっけ、うどだったかも、うど神宮だったかも。巡礼、あ、そうですね。それの前ぐらいに会いました。クシラも良かったな。あと、お笑いの聖地巡礼の時にちゃんと映像が GoPro で撮れたら良かったんですけどね。そしたら戦車系の聖地巡礼2個完璧こなしたことになるのに。まあでもお笑いの方はもういくらでも動画あるしな。ガールズ&パンツァーか。そう、ガールズ&パンツァーの宮崎空港から出発した時ね。宮崎、あ、そうそう、あの時です。ん、何に球を投げてくれたのだっけ。球、そうそう、あの時の娘さんか。そう、あの時の娘さんです。あれ、これ青なのかな。だよね。顔って出た？顔は出てないですね。顔は、あの、
擦り込み拒否だったので。何出ていこう、水量すごいな。これ雪解け水とか入ってるんですかね。海外、いや私海外今のところあんまり、結構な水量ですね。あ、温泉郷に入るってことは残り10キロとかにはまだ来てないよな、時間的に。プライベートビデオ、ビデオに映ってます。ん、あ、Z さん、そうそう、 Z さん、Z さん私に絡む以上は画面フリーなので。スケープさんなんかも普段は放送に顔出さないけど、私の放送に絡む場合はもう最初から諦めてますよね。もうすっかりそのあたりはお分かりいただいて。そう、顔面著作権じゃないですよね。著作物だったらそれは自分の親に属するわけだから。根付いてきた？これは利根川でいいんですかね、まだ。奥利根湯煙街道進行中です。青ならないな。はい、素材。あと Z さんの写真もバンバン使わせてもらってますよ、アルバムで。でも今カメラ買い替えたから Z さんの画質にほんのちょっと近づいたはず。でもまだ使い方がよくわからん。あ、肖像権ですかね。肖像権フリーでお願いします。はっきり言って私はその人の画面隠しきる自信がない。カメラ一応買えというか追加なんですけどね。でもまあ用途から言って買い替えに近いな。ん、何駅、確か縄文高原駅っていうのがありましたよね、途中に。会長、利根川会長、利根川と会長じゃないのかな、それは。捨ててないんですけど、あれは修理はちょっと大変そうなので。あ、郷土記念館。ただ、あっち車遅そうなんですよね。なので、わざわざこっち来てるんですよ。まあ、わざわざってこともなくて、渡ってないだけか。今日はパワーショットじゃなくて、ソニーの DSC-RX100 です。高精細に撮れると評判のやつです。実際撮ってみたらえらい細かく映ってびっくりした。よっと、うん、ソニーのやつっていうのはデジカメです。ん、40 AX1、 あ、 RX1 ですかね。あれはでかくなりますからね。リガネ屋か、RX100 です。まだ今日初めてちゃんと使ってます。カメラ、そう、これで腰につけるあのカメラケースは、まただまたセブンが潰れてるで、ケース RX100 のケースに使ってるのはあの白馬、ブランド名なんだっけ、白馬の中のピックスギア、そうそう、ピックスギアの IP2 の M ってやつです。これがなんか RX100 に合わせてサイズ変えてきたようなモデルで、ぴったりです。ただぴったりすぎて出し入れしづらい。ストラップ、そうそう、ちょっと怖いですね。フィックスされている。今ハマクソでやってましたっけ ?RX。収納遅いですね。割と気になりますね。ん、何が心配、これもなんか工場だ。あ、ビアンキって昔の話ですね。RX レストラン車かと思ったらレストランだけだった。竹、どれだ、レストラン、あ、こっちか。台湾で、あ、でも台湾は今もう自転車技術的にはもう中心地ですよね。遅いですよね。うま。ん、あ、170ってどれのことだ。
ちょっと難しくなりましたね。あの出し入れするときに指が引っかかって擦れて痛いんで。あ、バッテリーそうですか。ああ、作り替えてそうかも。パチっていう感じしないですからね。ビアンキ台湾じゃないんですかね。いや、自転車、大半のスポーツ自転車今台湾だと私は思い込んでますけど。風がですよね。うん、ジャイアント。あ、ジャイアントの工場でってことかな。ジャイアントのマウンテンバイクも考えたんですけど、ですね、確かエスケさんが乗ってるのがあのスナップってやつですよね。マウンテンバイクのラインナップがスナップがあって、さらに高いやつが、タロンだったかな。タロン、イーグルタロンのあれだから詰めって意味か。でタロンの上が、TCX だったかな。その TCX あたりになると結構軽いんですけど、ダボ穴がないんですよね。タロンまであのダボ穴ついてるっぽい。自転車、自転車マウンテンバイクで10万くらいで、で結構軽くてダボ穴がついてて26インチっていうのを条件に探してたら、メリダのやつがかなり良かったんですけど、けどどうもなんかダボ穴っぽくない、キャリア用っぽくない。中国はまだあの品質が低いママチャリがどうとかっていうイメージしか、いまだにそのイメージだな私は。実際にはいろいろ違うんでしょうけどね。とにかく台湾が今技術が高いっていう話を私は信じてます。食事ところ結構いろいろあるな、まだ8万円ぐらいでいいですよね。私は軽量になんかこだわるのはリンコの時のことばっかり考えてるんですけど、どちらかというと走る時は重くたっていい。あ、改装もありますね。中華スポーツバイクで中国っていうのは確かにほとんど、あれか、いわゆるなんか中華カーボンでみんな言ってるあれのことかな。それ考えると中国も結構今技術あるんですかね。なんかあのカーボンフレームの話しか聞いたことないな。走ってしまえば重さは関係ない、うん、そうそう、輪行の時だけ考えてるんですけど、よく考えたらそこまでこだわる必要ないな。やっぱりそんなに軽いモデルは必要ないな。メリダのやつが15万ぐらい出すと、あの11キロが切るぐらいになるんですけど、そこまで必要ないかな。うわー、しまった、忘れてた。3分前とコメントが流れなかったな、自動コメントが。これ本当に終わったな。じゃあ一般枠取りながら行くか。再利用で、この辺りも本当は自動化できるはずなんだけどな。枠が取れたよ。うん、やったやった。よし、よしよし、じゃあ行きますか。特に何もなかったから、何もなかったから、特に問題は何もなかったから。さてと、こんばんは。自動コメントの3分前ですっていうのは流れなかったですね。
何もなかった。延長失敗詐欺ではなく本当に延長失敗でした。延長失敗です。いやー、気のせいでしたね。まあでももうあと1時間もあと2枠かかるかどうかぐらいなんで。あ、ここもセブンじゃないんですか、もしかして。ちょっと待って、セブンどんだけここ進出してたんですか。違うかな、セブンに見えるけど違うかな。でもあの窓の大きさ多分そうですよね。これでこっち来て3軒目、セブン跡地が多すぎる。それでもまだ残ってますよね、セブンあちこち。デイリーポケット、デイリーポケット、自動延長失敗しましたっていうか、うまく動いてなかったので。それでも3分前にはあの自動コメントで放送終了3分前ですって流れてたんで気づいてたんですけど、気づかなかったか流れなかったか。閉店が前に失敗しました。リックになってる。リックってなんだろう、リックドーム、月夜の矢瀬浸水公園。ここは野宿する場合今候補地として考えてました、道の駅。でも寒そうだしな、それにユースも近くにあるし。野宿。今回テント持ってきてないです、自炊装備だけ持ってきました。ユースいいですよ、だいたい間違いなく他の人と話せるから。あ、コンビニ。パスタとバーナーはちゃんと持ってきてますか。パスタとバーナーどちらも持ってきてます。ユースするとそうなんですよね。ユースって年会費いくら。ユースは2500円なので3回泊まるとあの会員の1000円引きの効果で元が取れます。桜に乗ったよ、新幹線ですか。桜、あの新幹線設備ですよね。私はツバメだったかな、あれ。向こうに道の駅あるけどもういいか、スルー、スルーで。記憶の安宿巡りって羨ましいです。安宿、安さだけでもないんですけどね。でももうなんか高いところに泊まること自体が精神的障壁になってる。今回1日60キロ70キロぐらいです。で、あさってなんかは直江津まで直行するとえらい近いんで、あのぐにゃぐにゃ行こうかなと思ってます。あとですね、明日ドアイまで走って、あの地下に降りる階段を上から覗き込むだけ覗き込んで、で一駅戻ってそこから輪行で抜けようかと。ドア駅有名じゃないですか。私この辺りで知ってるのドア駅だけです。あ、充電できればそうです。でも気温的に今の時期厳しいですね。私は寒さに弱いです。ホタルの家。ドアイで乗ろうとすると自転車の袋を担いですごい下り階段降りなきゃいけないんで。クライマーズハイ、私は階段下りは苦手なんで、上りだったらまだいいけど、それでもあの階段を自転車袋担いで登る気にはならないな。普通に歩いて10分かかる上りらしいんで、階段が標高差80メートルかなんかの階段ですね。自転車乗って下るとか。下る、死ぬ。あ、スロープあるんですか。にしてもな、登るも下りも嫌だな。自転車なければ登ってもいい。なんか結構都会が続くな。
止まりましたか。延長失敗。さっき延長失敗しました。ですかね。車まだ動いてる。動いてる。スロープというよりエスカレーターの上りですね。あ、エスカレーターあったんですか。廃止したのか。ユースホステルまであと10キロ切っててほしいな。ラブホか。ラブホか。あと何キロで着くのですか。何キロ、ちょっと見てみようかな。 iPhone でブラザ経由でルートラボ見て。100キロ、100キロ勘弁。でも本当にあれ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 ですよ、あれ。山手線で一番好きな駅はどこですか。山手線で一番好きな駅、山手線ですか。特にないな。あと、あ、違う、これ見る、見えない、違ってた、こっちだ。残り距離、今54キロ地点で65キロ、あと10キロだ、あと10キロ。50分であと10キロはまあ行けるとかな。2食付きです。うちの暗さ、あと10キロくらいだね。あと10キロ、6時ギリギリだ。あるいはちょっと過ぎるか。多分また上り下りがあると思うんで。9.7。 今、そんなでもないと思うけどな。よっと、あれはこ、あれか、上越、上、なんだっけ、関越か、関越。時速20キロ出てないぐらいですかね。雨雲は見当たらないかな。ダンシングはうまくいかない。踏み込んだ時にバネが効かない感じで。そもそもバネが効くダンシングってなんだって話なんですけど。いや、これクラックの話じゃないと思います。そう、しかし宿のご飯まだ腹がそんな減ってない。やばい。やっぱりまんじゅう食いすぎたな今日は。調子に乗ってまんじゅう食いすぎました。うまいて。そう、まんじゅう怖いから。イベントはですね、馬と、あとあまり覚えてるイベントないな。あ、でもイチゴ美味しかったっていうのはありますね。イチゴはユースの皆さんに提供できる状態にあるかどうか。今まんじゅうが、そういうふうに、うん、夕飯はどうだったかな。確かご飯炊きたてが売りだったと思います。今日のユースホステルはホームページに確かそう書いてあったです。あと10キロ。今日は風で苦しんだな。カレー、すいません、約束を保護にしました。保護。うん、これ上越線かな。変身。
あれ最初の方ちょっと見てたんだけどな、今どうなってんのかな。シャバトビタッチ変身はどうなってんだろう今。宿配信ありますか。宿配信は相部屋なんでない可能性の方が高いかな。まあツイッターで夕食写真とか出します。あ、これ上越線の方ですか。まあでもそうですよね、地上この辺りで地上走ってるわけだから。新幹線もトンネルの中っていう話でしたよね、さっきコメントで。なんか下ってる上越線ですかね。新幹線だったらもっと周り囲ってあるかな。最近トンネルの高潮地事故多いから怖い。トンネルの高潮地事故は何だろう、崩落事故か。崩って高って読むんだっけ。峠は列車で二駅輪行ぐらいです。風が。風が。峠はワープで道がつながってないんですよ、国道が。明日天気がどうかかな。確か今日は向こうが山の向こう側は雨予報が入ってたんですけど、明日から晴れるはず。昨日見てきた予報だと明日晴れるはず。明日はですねちょっと時間難しいんですよ。ユースの朝食多分7時半か8時ぐらいだから、で列車が8時台と次9時台だっけ、10時台だっけ、確か10時前後にあったと思うので、それに乗らなきゃいけない。何がこれ、何発ってんだろう、水力発電、なんかゴーって言ってますね。どうですか。列車が来る音かと思ったら発電所のうなりでした。低周波光がやな、地震来たらここ爆発する。ん、心に発する。今日は電車乗らないの。今日は乗らないです。明日電波途中からもう全然なさそうです。東区域のあたり棚田がむちゃくちゃ綺麗なんですけど、電波の状況を見るとめちゃくちゃです。なんか電波あるところがまだらにある感じ。一応予定ルートと重ねてみようかなと思ってたけど昨日は寝てしまった。他の冷戦となんかありましたね。ん、密航、明日は日光。あ、GoPro がピッピッピッって言った。ってことはバッテリー切れか。でも切れるんだったらおかしいな。 GoPro 切れた。あ、メディアいっぱいだ。ならまだ対処できる。メディアフルでした。 64GB のメディアがいっぱいになりました。ちょっと待ちよう。そう、おー、充電問題解決してるな。これファームアップで治るもんなのか。今ヘルメットから頭離してるせいで今このメディア交換しました。この爪の先みたいなのが 64GB ですよ今の時代。フル HD の録画を6時間できるメディアがこのサイズ今や信じられない。何か間違ってないか。 64GB で6時間ちょいです。ビデオテープじゃないです。すごいよなテクノロジー。
ハイテック。あ、でしたら64ギガで5000円ぐらいしたかな。もうちょっと安かったかな。わ、雪山。思いっきり雪が。見えますか、あそこ。あ、しまった。GoPro メディア交換だけしてスタートさせないでどうする。ちょっとお待ちを。しかもケーブルも外したままだった。いかんの、メディア交換しただけで安心してた。よっと。よいしょ。GoPro 再開。というわけで GoPro の映像を YouTube で見てる人、谷川岳ですよね、あれが多分。で、音合わせ。あと、谷川岳。GoPro はビデオカメラです。今、あの配信とは別に撮ってるんですよ。で、5時17分、53、54、55、56、57、58、59、18分。すごい雪ですね、あれ。あれ一応寄せてはいるんですけど、ぼよみちゃん。今日風音がうるさいのもあるんですかね。普段だったらこのぐらいの音量で十分読み上げ聞こえてるはずです、皆さんには。やった。多分谷川だけ。この景色は本当に寒々しいな。実際空気冷たいけど。よし。なぜ。あ、川の音か。奥間の山。ボロの山。あのいろいろネタ対応できなくてすいません。知識が狭いもんで。霜降り山脈スタンレーって文字列は何だったっけ。どこに泊まる。泊まりは谷川岳ラズベリーユースホステルっていうアイベア宿です。ユースっていうのは若者って意味です。カフェ。山の方に来てね、カフェがあったらちょっと怖いな。ラズベリー黒のユース。今週逆にユースホステルで慣れる手ってありますけどね。半端にあの知ってる人だと恥かいたらあのその後ずっと引きずりますけど、旅はもうあれですから、雪吊りですから。旅はそうなっちゃう。え、本当に初老じゃダメじゃん。ラズベリーって可愛い名前だね。ラズベリーはそれが取れるっていうことなんですかね、近くで。門限はどうだろう。まあでも、周り温泉地だからどうなんだろうな。でも温泉地って言ってもあの熱海みたいにあの繁華街というか、こっちってそうそう。ああ、そうそう、ことわざ的な言葉で言うと、今日の忍者スレイヤーの更新だと宮本正史のことわざで寝ていたらうまくいったっていうのがありましたね。あれはカホは寝て待てのことだよな。寝ていたらうまくいった。時速20キロ出てないです。ウィーユース。え、本当にそう、若者あんまりいないですね。テレ配信は多分やらないと思います。うん、ラベリー確かにベリー戦争か。まあ意外とまだ通ってますね。明日は9時ぐらいかなと思ってます。いや、もうちょっと早く出ないとやばいか。8時半ぐらい出たいです。
セキレイだっけ、あの白いのは。サドルに。私は尻は重いですよ。放送はいつからですか。放送はまあその9時ぐらいから考えてますけど、そうか、大勢できないな、列車乗ったら。一応土合駅のあたりを配信できたらなと思ってます。今日の晩御飯は何が出るんですか。今日の晩御飯はとりあえず白飯が出ることは間違いない。土合駅行きます、行きます。土合行くのね。土合に行きます。第34代当主の総務業者で参拝した。あ、待ってます。ここもセブンか。お、自転車がいる。なんですよ、来月からなんですよ。群馬か、群馬の野菜って何でしょうね。何キロ、50何キロぐらい。今日はロバがいるよ。ロバいるのか、ちょっと見たいですね、ロバは。このフォントいいなあ。あ、うん、ロバがいる。そばロバ、最近だとアルパカとか人気ですよね。19キロ。ロバはちょっと時間ないので。23分か。まだ進んでないな、あんまり。巻いていかなきゃ。本当に、うん、なんか本当は結構興味ありますね。あと10キロ切ってます。ん？ MS ゴシック、私は MS ゴシック UI の方が好きですね。で、あの YouTube の動画に上げるときによく使っているのはマルゴシック M とかなんとか、そういうやつです。マルゴシック、あったかスープいいな。何がだけ、私はマルゴシック。アップルパイ、ん？何が駅。酒はほとんど飲まないです。アルコール弱くて。そう、罰金が。あ、延長、いや、あの通常配信なので次は取ります。ロボさんの動画の再生回数少ないね。再生回数 YouTube の方はあまり再生されてないですね。ほうはってそれしかないけど、まあ将来的にずっと見ていただければと思ってます。編集した動画じゃないから、あの盛り上がりとかそういうのはないんですよね。例えばなんかどこそこにツーリング行こうって時に、あ、雰囲気を知る、そうそう、雰囲気知るためにパラパラ見るみたいな感じで。あとですね、今あの YouTube 動画呼び出しページって私のホームページに置いてるページは、右下にルートラボの地図出してますけど、そのありがとうございます。あれを Google マップに置き換えて、でマップの上にイベントのポイントを置いて、そこをクリックしたら動画に連動するように今作ろうとしているところです。アーカイブ、いや、そういうつもりです、もともと。このまで、そう、今無制限だからいけるけど、あれ制限されるんですかね、将来優勝になったりとか。あ、フロアあると思います。おお、景色すごい。増水に注意。あ、自分ではパラパラ見ますよ。まあ生が一番面白さ。そうですよね。明日は東久引っていう棚田ばっかりの地方を回って、でそのど真ん中のあの小学校を改装したように泊まります。明日は全くです。あ、これは、あれ、これ駅。え、これ、これ地図に載って、あ、載ってるか。うん、私はこっちは初めてです。
になったらロボさんのせいです。上の巻き、あの動画は見事ないです。私の量、あれは量めちゃくちゃありますからね。缶巻きあたり飛ばしてみるのがいいね。紙巻きって言うんですかね、あれは。ストリートビューの他にも上巻きじゃなくてどんどんやってほしい。わら、ストリートビュー紙木だよ。あ、紙木。あー、この駅もなんかこじまりしてますね。で、階段で登るタイプで、多分無人じゃないかな、このさ、いや、わからんな、この市街地だと。友人かな？友人だったら失礼しました。ストレージ管理費って普通赤字なんじゃないの？ストレージ。わら、無人です。空が綺麗だ。空、どう見ても無人。一部黒かったりしますけどね。雪山の方が黒いのが嫌だ。こっち側見ると明るくていい感じなんですけど、あっちとかあっちの雪山の方見るとえらく不穏に見える。あ、五感駅、五感線ですね。うん、あ、それという、そうですね。あと3分か、じゃあ次は赤取りますね、また。うん、次の水上駅から歩いて30分ぐらいとかがユースなんで、自転車で10分ぐらいですかね。私は途中でなんか新幹線の駅と混じって見てたかな、地図で。ふるさとの板橋には行する予定だ、わら。ん？板橋？板橋。信号が立てだと、お宿配線期待してます。お、すごいディストーションが効いた、あの動揺ですね。あれ止まった。あー、曲がってた。こっち来いよ、追い抜いてほしいのに。来た、辰巳館。これホテルですね、普通の。あ、Uターンしてた。あれも多分移動販売なのかな、移動スーパーかな。抽選料理かもしれないですね。また出てきた。で、こっち出てくるのか。やった。タツミカの前邪魔してるな、これ。ロアのパンってな、見たっけ、見たことあったっけ。魚屋さん、ん、あれ止まったのかな。あ、それ出てきた。ちょっとじゃあそこで止まるみたいですね。じゃあまあいいや。楽しい魚屋さん。ここだから海の魚は貴重だな。月夜の焼き、コーヒー軽食、喫茶ジジュババ。これ何語なんですかね。何語なんですかね。これ空いてるか。あ、40秒。あ、またヤクルトだ。なんでこれヤクルトサポートセンターみたいなサービスセンターかが多いのかな。ジバエンドでした。次役取ります。お疲れ様です。ブリの刺身が好きです。お疲れ様です。じゃあ次は取ります。残り時間5分とか出てるな。おかしい。ブリさん、日本でしょうか。まだ終わらないですね。残り時間がまだ5分って出てるんで、多分これ間違ってるんでしょう。まだ行ってる。次は取りたいんですけど。切れませんね。早く早く。ん？あ、ありますね、神社。でもすぐそこにあのお社がありますね。31分なってますよね、もう。好きです。好きですか。無理やり切っちゃえば。切りますかね。
あ、なんか雲見てるとクラクラする。上見てると。終わった。じゃあ次は。ああ、これは横になったらすぐ寝るな。眠気がまだ表に出てきてないけど、絶対眠いパターンだこれ。頭の芯に少し重さがある。これで復活しましたかね。ちょっと残り時間が正確でないんで一旦接続し直します。ちょっとコメント聞こえなくなります。今コメント聞こえなくなってます。多分再接続すればやばい、繋がらない。あ、来た。よし。残り時間28分48秒 OK。 じゃあこれでいきます。この枠内に着かないとよろしくないな。経過時間 OK です。よし。鶏の釜の塩焼き食べたくなってきた。釜か。電車通ったね。電車通りました。今車の音だったと思ったけど。枠中に間に合う。枠中に多分あと5キロ。空気は綺麗ですか。空気は冷たい。思ったより寒い。住んでるかどうかっていうと、ちょっと雨が降ってる方面が、山の側の方面が少し白かったかな。そうでもないな。この景色ですから。すごいな、白い。真っ白だ。喉、いや、今日はそうでもないですね。まだちょっと寒いよね。意外と寒いですね。油断してあのフリース持ってこなかったから、ウィンドブレーカーの下に切るやつを。この音をやった。雪山だ。このペースで雪ですね。このペースだとそうかも。途中配信トラブルがあったら間違いなくつかないな。まあ、6時に間に合わなかったら爆発するわけでもないし、10分遅れるんだったら連絡した方がいいかな。あとの景色、あ、そうだ、ちょっと GoPro のレンズをもう一遍確認させてください。便利な世の中になったね。ですね。ちょっとやば、汚れてるかな。あんまり変わらんかもしれんけど。大爆発しますよ、間に合わなかった。爆発。オーナーさんの怒りにより。こんな感じで、あ、まだちょっと汚れてるな。オーナーさんに論理にされる。よいしょ。こんなもんでいいかな。
然と違う。罰金です。やった。さてじゃあどこ切る？5キロ。ちょっと吹きました。レンズの方もウェブカメラの方も。うん、これなんでですかね。あ、そうか、さっきこの辺り降ったのかな。路面が濡れてるね。濡れてますね。気温どのくらい？日がついたら気温は10度は多分あると思うんですけど、意外と寒いです。雪時計ではなくて多分さっき降ったんじゃないですかね、この辺り。いや、ではもう降ってる気配ないです。大丈夫です。いや、わからんな。さっき天気で降ってたし。もう少し、もう少し。やった。やった。路線バスだ。この辺しっかり伏線に見えますね。てか、そうか、土合駅なんか上下線全部完全に離れてるから。あれはパーラーか。あとラーメン屋さんもある。温泉ツアーどうかな。やってるかどうか、まあやってたら一緒に行こうと思いますけどね。ホルモン亭、みなかみホルモン亭、谷川の清水で作った豆腐アイス。天気今降ってないですけどね。さっきちょっと降りました。ラーメンハウス定時に。ここも、あ、これか、豆腐アイス屋さん今準備中。心当たりはスキーかなんかで人が来るとこなんですかね。なんか設備が割といい、のれん付きのトイレ、公衆トイレとか水仙祭り。今どこ？今谷川岳のふもと、群馬県の水上町ってとこです。ちょっと笑ってしまう。奥の雪山だけ複合成のようだ。そう、あの雪山が不自然に見えるんですよね。温泉か。タイヤは1年1回くらい交換してるんですか？タイヤ、いや、このタイヤはまだ全然減らないです。乗ってないってのもあるけど。どうなんでしょう。丈夫、丈夫で重たいタイヤです。あ、水上温泉郷の文字列来た。新潟なら、じゃあやっぱり水上温泉郷でいいのか。岐阜町見られる。片栗か、あ、岐阜町見たいな。岐阜町、揚浜町の中でも特別綺麗に見えます、私は、あの色合い。なんていうか、原色に近くない黄色。落ち着いた感じのあの黄色が綺麗だと思います。自転車変えて今もうすぐ1年ですね。マウンテンバイクのフレームが壊れて。熊に会ったらどうする？熊に会ったら死んだふりしない。行って、またビリッときた。地滑りですか。
ん、あれここ駅だったのかな。もう1年もか。1年ですね。もう残り 10km 切りました。いや、駅違う。もう 5km 切ってるはずです。でもまあ実際、うん、下がる、あのしれっとしてるのが一番いいのかなと思いますけどね。前あの北海道でヒグマに会った時も、まあそれはボートツアーで、あの魚の作業場、あの番屋っていうのかな、番屋の近くに上陸した時に、あのその船着き場の突堤の反対が濡れてます、反対側にクマがやってきて、みんなでうわクマ来たどうしようとか言ったんですけどね。でもあの徒歩宿のオーナーさん、その連れてきてくれた人が、あの騒ぐと逃げるからとかいうレベルで話をしてたんで、あ大丈夫かなと思いました。まあそんなに大きな熊でもなかったけどね。雨はなんとか大丈夫でしたね。散って壊さない方がいいのかな。どこまでが都市伝説なのかわからん。まあ野生動物基本的に臆病ですよね。こちらヒグマは一点だけそれであります。ハグ、まあ威嚇したら逃げる可能性が高いですよね。逆に向かってくる可能性もちょっとあるんだろうけど、コグマカロン、コグマ、熊よけの鈴って野犬には逆効果らしいね。野犬ですか。冬眠失敗した熊はマジヤバいらしいよ。ジョジョ立ちすれば襲ってくるよ。熊にあったらすぐ。お休みどころ、くるみなん、くるみなんとか、山菜ざるそば、鍋焼きうどん、味噌茶漬け、餅、そしてあの臼とキネがイラスト書いてある。餅か、お汁粉も書いてあるな。まあもう今のしか寄らないですけどね。今やってんのかなこれ。中の電気はついてないっぽくて、なんか張り紙がしてある。希望によりしばらく、休むって書いてあるのかね、よく読めないけど。ちょっと。いや、まだ。もうちょっとあります、距離は。3キロ以上あるはず。なんて書いてある、これ。希望によりしばらく休ませていただきます。再開の折、またよろしくお願いいたします。でもそんなに古く、まだ閉めてから古くなってないように見えますけどね。くるみ味噌だれ山菜ざるそばうどん。後ろの赤いのは楓の花かな。楓に見えますね。探さないでください。再開未定とか。ロボさんは一人で飲みに行くこととかあるの。一人で、いや飲みに行くことはないですね。酒飲もうとすることはまずないです。この家はロボが占拠した。占拠した。あ、もうちょい、もうちょい。外食ばかりなんですよ。そうそう、雨が降った後ですね、この辺りは。飲みすぎて潰れたことあるの。潰れたことあります。 1,2 回しかないけどあります。ワード。九州出身は松屋派が多いよね。九州出身、そうですか。うわ、これ朝明るい時なんか見たらすごいですよね。外食の塩分ってすごいんですよ。血圧毎日測った方がいいよ。血圧はかなり低いんですよ私は。上が100あるかどうか。ああですかね。気にしてるから高いんだよ、笑。日本の料理塩分すごいからな。近くにあれば何でもいいような。よって吉野家だな。私の血圧は53万ですよ。
すごいな。惑星とか壊せるレベルじゃないですか。高くなくても上下の差が大きいとやばいよ。上下の差が血圧で測る時間によって違うんですよ、うん、健康診断にかかるときいつも午前中ですけど、その朝ごはん食べずに出て行って、だいたい低血圧ですね。らっしゃいませ、らっしゃいませ。うん、といって朝起きられないってほどでもあることあるけど、そんなにない。何言ってんのかからんな、これじゃ。まとこめりだ。雨が降ってるじゃないですか。さっき降った後ですね、これは多分。普段通りの生活で健康診断受けないといけなくない？普段通りしてますよ、私は。朝ごはん食べないっていうのはそういう指定があるからです、あの健康診断で。多分血液の関係ですね。持ってきます。5枚から。ん？お好み焼き？うんうんうん。砂糖水。血糖値のあれだと思います。あれ。うん、お。水上温泉あと2キロ。やばいな。10分じゃつかんな。多分。水上温泉の、違う、市街かあれ。この橋は利根川渡る橋か、普通の、普通のでもないか。巻いて、まあ6時ちょい過ぎ到着ですね。残念、新潟だ。コメリ、新潟、どこもユーザーでいた優越。アメリカか。ディレクションですね、ディレクション。また塩系のものはかなり食ってるな。さっきの味噌汁とか。北朝鮮からミサイルが来たら避ける練習はしてますか？それもなんか北朝鮮さん煽るようなこと言って、消されますよ、消されますよ。都会のも煽ってるな。諏訪峡、諏訪峡。いらっしゃいませ。もうすぐ着きます。あ、西の駅もここにもあったのか。水上町水気交換という西の駅が、うん、そういえば体重が増えるのは塩分のせいだって言ってる人いますよ、会社で。塩分取ると、あの塩分濃度が、血中の塩分濃度が上がって、その分水を取らなきゃいけなくなるから、その水の分重たくなるんだって言ってます。なんか私その理屈に納得できないです。またセブンだ。セブン王国だな、ここは。多分配送トラックはこの道をずっと朝とか夜とか走ってんでしょうね、各店舗に配りながら。ロボさん、塩分控えたら5キロ痩せましたよ。5キロ、5キロってのはあまり短期間だと危険なレベルじゃないですかね。どら焼き？あ、今ありますか、どら焼き。それは幻想。幻想。取るのは体質だから、はっきりしか関係ない。体質。私は血中のコレステロール値が高いのがやばいんですよ。これで血圧も高かったら合わせ技でえらいことになってるんだろうな。いや、クロスバイクとしては太めのタイヤ、マウンテンバイクにしては細い。取りやすい遺伝子があると聞いたことがある。取りやすい、うん、あるらしいですね。お、何6峠だあれ。291号冬季閉鎖中、63号、291号冬季閉鎖中の、この辺りの枝道ですかね。あ、道の駅だ。寄っていかないが道の駅だ。わあ、これ野宿するのは結構辛そうだ。あ、でも足湯がある。足湯に浸かったまま、あと古いなんか列車が、列車というか機関車が置いてある。あの、茨城にあります。少なくとも茨城に。あそこになんか
貨物列車の先頭車両のあれ動力車がありますね。よすごい、この暗さでこの距離でこのズームで100分の1秒でシャッター切れるなんてすごいな。やっぱりあの素子がでかいとすごい。この暗さだったらパワーショットだと10分の1とか20分の1ぐらいの秒ぐらいのシャッター速度になるんじゃないですかね。すごい。買ってよかったかどうかまだわからんが。あ、生どら焼き。生文明。そう、私なんか旅行中腹いっぱい食っちゃうんですよね。うん。谷川岳ラズベリーユースホステル。生どら焼きって生地まで生のイメージが。デジカメを。DSC-RX100 を買いました。バリオゾナーっていう文字列が入ってます。バリオゾナー何のことか分からんけどすごいっぽいですよね。バリオゾナーレンズのブランド名ですかねこれって。焼いてないってイメージが。どの部分が生、生クリームかなんかの生。根性やつかしペクチューソニーのやつです。これがえらい細かく映るんですよ。カールツアイスのレンズのブランド名なんですかね。ここもまんじゅうだ。うっそ早い、早すぎる。え、2時からで3時間4時間ぐらいか。あ、4時間持ちぐらいか。早いな。バリゾナーついてます。バッテリー残量が 80% 以下になりました。嘘こけ、騙されんぞ。あれか、ここはもう温泉街に入ったのかな。先に駅があるはずだけど。バッテリー残量うんたらかんたら。うんたらかんたら。連絡しなくていいの。いや、まあもうあと10分とかそのままでいいと思います。日本海まで行きます。駅はまだ先か。ドイツ語発音は割とそんな。ドイツ語。あ、まだ先だ。あ、ちょっと時間かかるな、こりゃ。電話しとくか、一言。電話番号で、履歴で、どれだったっけ。残量が 200% 以下になりました。リュックとかにセットできる。確かそれだよね。ちょっとあの読み上げが聞こえるんで。ちょっと待あ、すいません、今日一人でお願いしてた吉川なんですけども、今水上駅の手前まで自転車で来てるんですけど、もうちょっとかかりそうなんで、あ、なんか今日がずっと逆風でした。そう、意外と寒いんですね今。じゃあこれから行きます。あ、雪。あ、そうなんですか、やっぱり。ありがとうございます。じゃあ行きます。はい、失礼します。よいしょ。よいしょ。これの。よし。音声切らずに、まあ、こっちの、そうそう、本名とか別に隠してないんで大丈夫です。キッカーは、キッカーは。やっぱり、オーナーさんは、マネージャーさんは、自転車関係はいろいろ話ができそうだ。今オーナーさんの声まで聞こえてないですよね多分。今日自転車大変でしたねって言われました。で、山の方雪降ってて、今の時期こんな寒いの珍しいんだそうです。やっぱり予定外に寒い、予定外というか想定外に寒いんだこれ。寒すぎると思ったよ。そう、会社名は会社と絡むと嫌なんですよね。
別にニュースになるようなことはないんだろうけど、会社にもやってることは別に隠してないけど、あの人は年収いくらだからとか、なんかそういうところまで話言われそうだし、なんていうかその社会的地位みたいな話が出てくるの大嫌いなんですよ私。というわけでゆっくり来てくださいって言われました。カルロス、そう、会社はバラさない方向で、うん、これで精神的にだいぶ楽になった。会社内では自分から伝えてますから、宣伝してますから、これ名刺ですって言って、これ趣味の方の名刺ですって言って渡してます。はあ、何が間違いない。また生どら焼き、しかも生大福。生大福、こぐま、やった。あ、そう、あとこのカメラですね、この水平方向のガイドも出るんで、私は撮影する写真全部最近どっちかに傾いてたのが改善されるんじゃないかと期待してます。てなんだこの登り。それも嫌だな。うん、水蒸気みたいな感じ。これはソニーの RX100 ってやつです。次はもう終わり。あ、そうか。宿まで一応やりますかね。ユースホステルまでは、ユースの前までは。意外と登りますね。私の買いました最近。あ、そうだ、 GoPro が GoPro がバッテリー切れそうなんだった。ちょっと待ってください。ここで GoPro 切れるの悔しいから。そう、芝桜の斜面がありましたね。悔しいから、負け組、勝ち組、サラリーマン、よいしょ。ちょっと早いかも。早い、あ、ですかね。ちょっと地図見てみます。前のカメラは下取りに出さなかったんですか。あ、出してないです。私はいつも下取り出せるほど綺麗に使ってないので、何度も落としてますからね。うお、よいしょっと。ちょっと待ってください。バッテリーでかい方外してですかね。よいしょ、これで GoPro まだ持つんじゃないかな。お、よしよし。でもやっぱり GoPro の方はですね、この間より持ったけどやっぱり切れかけてきてる。やっぱり充電し続けてもダメだ。これは偉い人にはそれがなんとか。バッテリー切れるの早かったな。よいしょ、で登り効果かな。白い坂、さっき子供たちが登っていったところってまだそこにいる。ヒーロー2に戻しましょう。ヒーロー2、ヒーロー2持ってきてます。直しますか、担ぎますか、ちょっと待ってください。地図、お、カニの音がする。今どっかでゴーンって言いましたね。この白い道を、あ、本当だ、中学校の裏通るんですね。みなかみ駅は、どっちの、みなかみ駅は川渡って向こうに行かなきゃいけないから一緒か。よし、じゃあ近道で行きましょう。ち
ちょっとお茶。うん。谷川。またなった。6時。よし。ショートカットか。まあちょっとショートカットというか裏道だからショートカットでいいのか。うん、ドア焼きは明日です。元からその予定です。うお。もう次は下ね。もう終わりですかね。おお。急斜面、急傾斜地崩壊対策事業。あ、どうもありがとうございます。お疲れ様です。こうやって芝桜根付くもんなんですかね。毎年苗植えるとかそんな感じなのかな。終わった。終わった。なんか嫌な音がする。どこがギーギー言ってる。あ、この口の中に残ってるピリピリした味はさっきの味噌汁の生姜だ。朝9時半に出て60キロが60キロの先の宿に到着しないとは。夕方6時に。よし、キャロボさん、この辺り電波いいですね。キャイケメソ、よし、スタート。ワコツです。あれ、上り速度上がった、上がった OK、うん、じゃあここからまた行きます。ワコツ、出しちゃいませ。出しちゃいまして、ワコツです。じゃあ登ります。ワコツです。ワクオツちゃんです。向こうの上にまた雪山が見えてます。イケメンの登り、ワコツ、イケメンの、はあ、キャーチャリ中、残り時間20分、時間もうこれで15分ぐらいの間には着くと思います。良さそうですね。お、こいつは、なんだっけ、これなんだっけ、羽の青いワンポイントがすごく綺麗。これなんだっけ、赤レイ、赤レイ茶でかいですね。カメラ用意して、そうか、そこの影にいる。バンミシユースです。いた。あー、逃げないで。遅いぞ、スピード上げろ。よっ、ちょっと待って、また。ってと、あの鳥がいってるってことですね。やった。なんか、この中の海が見える。危ねえ。立ちこけするとこだった。一枚だけ写真撮れた。あれ、なんだろう。多分名前知ってる鳥じゃないかな。名前知ってるけど、あの姿形と結びついてない。大丈夫か。ライチョウ、坂道発進は辛いな。前ライチョウはあの乗鞍で見て鳴き声がすごい可愛かった。その時の動画はウェブアルバムにあります。また来た。このまま10連続ですか。飯
前に風呂だね。夕食は6時からって言ってたかな、7時からって言ってたかな。ここら辺の学生はこの坂を登って学校に行く。中学校はそうですよね。そう、あそこの雪山綺麗ですよね。普段ここまでは残ってないんじゃないかな、この時期に。足腰が鍛えられますね。この道は人作りの道、学園の道、中学校通りだからか。温泉ツアーは夕食を19、30からって書いてあった。あ、温泉ツアーやるんですね。じゃあまずは夕飯かな。宿はインターネットを駆使して。明日以降は、いや、もう大体決まってます。今回珍しく明日の予定ルートも、実はルートラボにも公開済みだったりします。明日はですね、いや、夕飯市多分やらないです、他の人いるんで。三星ハウスっていう、三章かな、三星かな、三つの省略の章にハウスで検索するとすぐ出ますに、昨日の夜電話して予約取りました。ラジオ体操は毎朝するんですか？ラジオ体操やってないな。第5くらいにランクインしました。なぜ？そうだね、谷川だけ白いです。一の倉沢っていうのはこの上にあるやつなんですかね。あ、よく見たら桜が結構今散り際って感じですね。やっぱ季節がちょっと違う。自分にとって動いたことにならない。笑、自転車で疲れているのに米に返答できるってすごい。米に、いや、まあ中学のそばなの。そんな大した負荷じゃないです、今日の。かなりの難所なのに。でも意外と疲れたな。向かい風だったのと、久しぶりのせいか全然進まなかった。坂道、桜だ。まだ桜結構残ってましたね。で、ちょっとかっこいい作りの中学校だっけこれ。第3くらいにランクインしました。なぜ？あそこの落石鉄砲玉みたいだからな。わらわら、落石。ロボさん、そろそろチタンが恋しくないですか？チタン、まああれ戻れれば一番いいんですよね。このまま桜を追いかけて北へ行きましょう。どこ行きましょうって、ちょっとLEライトつけて。今桜あるということは冬めちゃ寒いということか。冬はこっちの方は雪すごいんじゃないですかね。少なくとも山越えた向こうはすごいはず。あ、これ体育館だ。で、これはまた軽さ、輪行の時にちょっと気になるんですよね。だからできるだけ軽いの欲しくなったんですけど。ああ、話したん。でも感染者あんまないですよね。だいたいフレーム売りですよね、あの辺りって。あれ、ちょっと待った、これよし。宿もうすぐ。すごいな、このどうやったらこうなるんですかね。あのツタは一体どうやって上まで伝ってるんだ、あれ。ちょっとなんか不自然なぐらいですよね。廃墟なんでしょうけど、ツタってあんな上まで行くもんですかね。植物舐めたらいかんってことかな。すごいな、全面的にこのねえツタ。あれ、裏側はなぜか生えてない。こっちは。イベントありがとうございます。ほら、こっちはやっぱり伝ってない。なんで？あ、日の当たりが違うからか。ここに泊まろうよ。今こっち向かってる方向が、小屋すごい。あ、なるほど、やっぱり南側に生えてんだ、あれ。自転車輪行したことまだありませんが、どれくらいで慣れますか？いからく。輪行はまあ2、3回で慣れると思いますよ。わかりやすい廃墟だな。ベルトの柵使って上がってますね。すごい廃墟でしたね。北側か。ベルトの柵すごいよな、あれ。1、本当かよ。鉱山か何かが閉まったのかな。鉱山、一斉にその人口が減ってってことですかね。夜は危険なとこだね。温泉こけたら。そっちは駅の方の。あ、でもあそこもなんか廃墟っぽいのが目立ってるのあるな。わら、
なぜ1位なんだ。人工できるとどこか行きたくなりますね。あそこ の, 一番でかい白い建物、あれ廃墟っぽいです。叱ってたら失礼だけど、多分廃墟だと思う。廃墟配信で行くくらい温泉街から離れてないか。オーデジカメキレイ、いや温泉街確かこの先にもあるはず。この先にある方に郵送してるか、その中にあるんですよ。廃墟放送へようこそ。今日もう18時12分か。公式ランキング1位の。さっき枠取り中に動画に向かってつぶやいたんですけど、朝9時半に出て60キロ先の宿に着かないってどうなんだ一体。8時間以上かけて、9時間近くかけて、時速10キロ切ってるじゃないですか平均すると。どういうこと。なんかちょっと曇って雰囲気出てきたね。雰囲気が悪い方の雰囲気か。廃墟は8日。廃墟そこに、あれダムかな。緩い登りなんですけどね。向かい風のせいということしとこう。カメラの、どれだけ寄り道したの。いやそんな寄り道してないんですよ。そんなしてない。気にしない方向で。今日は風速7メートルときついね。時速が今下に新幹線のトンネルですね。この辺り下が新幹線。あ、本当だ。なんか 線引いてある。風の影響が。この真下あたりですかね、新幹線のトンネルは。あ、ホテルの寮。じゃあそのホテル自体がさっき街中に見えた大きめの廃墟がホテルの跡だったりするのかな。ダンボール捕まりましたね。そういや、あ、そのイベント忘れてた。あのイベントはなかなか面白かったですね。そんな大きなイベントじゃないけど、道端とか道の真ん中に落ちてたダンボールが風で分解されながら飛んできて、中から出てきた袋もろとも私にぶつかって見事に引っかかりました。で、段ボールには上からいちご40、レモン40、あ、いちご×40、レモン×40、いちご×40ですって書いてあった。カメラの軸の何でしたっけ。あ、DSC の RX100 です。 RX100 で検索すれば多分すぐ出る、今流行ってるから。ダンボールトラップ、ダンボール障害クリアしました。もうすぐ、あともう 400-500m。 ああ、結構降ってるな、この辺りも。危なかった。その先だ。フルサイズのセンサー積んでるモデル。いや、1分の1っていう、あれは何に対して言う1分の1なのかな。フルサイズっていうのは確か 2. 何とかっていうサイズじゃなかったですかね。最近あ、初見さんいらっしゃいませ。 GR っていう機種が出てますよね。コンパクトカメラサイズでフルサイズの撮像素子を積んだってやつ。あれ、あの形、郵送してるあの色じゃなかったっけ。あ、あっちだ、あれだ。あー、車結構来てるからやっぱお客さん入ってますね。さすがゴールデンウィーク。イメージングセンサーが1インチなんですよ。1インチってことは 2.54 センチか。あのオレンジ色が確かそうじゃなかったかな。下ってて間違えたら嫌だから一応確認しよう。万太郎山、壮大ですね。確かあれですよね。ペンションシャロウム、あったあった、やばい、あれだ、あの建物追いられた。メルヘンチックですね。よし、到着。意外と疲れましたよ今日は。ディズニーのうち、あそこなんか端っこの方白いのは何だろう。あの雪山のボロー、イーハ到着。されたライダーはいないのかな。イース到着。イーハって呼ぶんですね。 YH オーナーが着ぐるみでお出迎えしそうだな。
着ぐるみで。ペンションだらけだ。ネズミ系の。隠れ家みたいでいいね。小人がいるの。おお、でかいですねこの建物。ユースってこんなにでかいのは、いやこんなにってそんなむちゃくちゃでかくないけど、割と大きめだと思う。あとこの宿の名前がいかにもペンションだな。かわいい。山小屋みたい。くるみ村ピュア21。シャロームブルーベリー、木馬、セゾンレインボー、モミの木、バラの歌で谷川岳ソステルで、ラグートン、違うルグートン、ブルーベリー、ベリーありましたね他にも。そこにストロベリーを持った私が、シルバニア、本当に集中してるんですねここ。いいとこやないか、ラブホの名前みたいやな。桜も咲いてるし、クマショーだよ。こっちが別のペンションかな。うん、こっち別ですね。木馬もカメラ調べたら5万ぐらいしますよね。あ、まだ夕食始まってない。 OK。 あ、これ屋根のあると、屋根のある駐輪場はないみたいですね。ブルーベリーは今満開だと思いますよ。いいとこやね。あ、ブルーベリーの花が。あ、こんにちは。お疲れ。あ、大丈夫ですか。ですね、まあ60キロぐらいなんですけど、あ、そうだ、今これですね。はい、じゃあ荷物をお取りになっていただいて、あ、はいはい、ちょっとあのこれがですね今、あ、ちょっとすみません、はい、これ持ってもらっていいですか。はい、これが今あの配信生放送しながら走ってきたんですよ。あ、そうなんですか。趣味なんですけど、でよっとで外れない。あ、慌てなくて大丈夫ですよ。はい、これがカメラで、こっちにあのパソコン入ってるんですよ。で、これ見てる人が、お世話になります。音が入ってるんで、うん、ここから見てる人コメント打ってるのが聞こえるんです。へー。全国でその50人とか100人とか見てる人が。へー、すごいな。こういうことをいちちゃんが説明して、勝手にあの顔写したりするとあれっていうのがあるんで。自転車は雨が当たらないところにお預かりします。ありがとうございます。そう、どうしようかと思ってね、この状態。はい、大丈夫ですよ。はい。これは、いいですか？いいですね。あ、大丈夫です。はい。あ、そちらで買いに来て。ペンションのご主人、こんにちは。はい、どうぞ、お気に入りお上がりください。今日、夕方あたり来たんですか、この辺り。雪降ってます。あ、雪？え、そんな気を低いですか、ここ。ロボさんからお世話になります。今、学校来るのないです。お世話になります。ちょっとだけ、ごめんなさい。これは1時間、300人の部屋でお願いします。これらの分もご飯の前に、やり、わらわら、お世話になります。オーナーイケメンですね。こんにちは。他のお客さんも言うからダメだと思うよ。ごくびっくりやるんだってさ。これはいいやり、こんばんは。いつつかものですが、不器用な男ですから、もう頼みます。ご主人会で待っててくれたのか、いいやりだな。オーナーさん、この夏は、店に名前を付けよう。私、女子高生の里子って言います。こんにちは。川原の石をそのまま使ってるのかな。こんなに砂利見たの初めて。見てる人多いので晩飯弾んでください。オーナーさん、ロボさんをよろしくお願いします。おっ、いい砂利だな。高橋のここ。よいしょ。で、ですね、すいません、砂利見せてて。で、今あの地下のガレージに入れてもらったので、そこのところ。じゃあ配信これで一旦終わります。あとは夕食なんかは、ツイッターでアップしますね。そんな西が人気なのか今。じゃあ、これでいいかな。じゃあありがとうございました。これで終わります。ボツボタンを押して。声優？よっと。さすがです。で、またボタンを押せない。ちょっと待ってください。もう一遍接続し直さないとダメだこれ。これ一人で喋りながら走ってきてるんですよ。こんな感じですね。この辺り電波いいですね。フォーマなんですけど、これ映像が、映像と音が言ってて、それが流れてるんですね。ええ、で放送終わろうとしたらボタン押せない。あ、すみません。ちょっとすぐ終わらせますんで。じゃあ終わります。今度こそ。よし、ありがとうございました。流しに多分やんないと思います。じゃあ GoPro もストップです。ありがとうございました。ちょっとまだコメント読み上げ中ですけどね。じゃあ